ね、あの美奈ちゃんがね、はい、あの今まであのこの件であの不快にさせてしまった人たちの分の針刺しました、ここにね。黄緑がね、うん、ツイッターで不快にさせた人たちの分、上の緑が TikTok で不快にさせた人たちの分。ごめんなさい、ね、はい、でこの紫がね、うん、あの迷惑をかけた吉本の社員さんの分ね。ごめんなさい、本当はもっといるってことだけ、はい、皆ちゃん忘れないでね。わかりました。分かった。そんな意味ないでしょ。いきますか。なんか、あ、痛いです。いけないです。分かった？ちゃんと。この痛み分かった？ちゃんと。はい。うん。いや、なんかその心の痛みとこの物理的な痛み違うと思います。痛い。痛い。痛いの次が最後で。もういいです。はい、今でもいろんな先輩に会った時に言われます。あの件は、はい、お前の指示でやったのかっていうふうに疑われたりすることもあります。すごいな、そんなふうに思われてる。そのために言います、りなちゃん、うん、自分の意思でやってます。もうおでんさんの指示でやったことにしましょうよ。もうそこ死にます。OK、 はい、大丈夫です。そこは死んじゃうとこでした。